妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イタリアのティア8プレミアム中戦車、プロジェクト46さんだね。うむ。マップは氷河、マッチングはティア8と9だな。それじゃあ、初動は北に向かう重戦車から、通行料をいただくとしようか。了解だよお姉ちゃん。おや、そんなところから私たちを狙うとは、甘すぎですよ。いいね、お姉ちゃん。それじゃあこのまま重戦車さんを狙い撃つね。うむ。たっぷり通行料をいただくとしようか。ナイスショットだ妹よ。ぐう、この位置、坂の関係で自走からは狙いにくい技なのにな。でも、カス当たりだねお姉ちゃん。うむ。フランス中戦車狙いの攻撃の余波を食らっちゃった感じかな。ほほう、あれは T30 にネズミちゃんか。そう簡単にこの通路、渡れると思うなよ。ナイスショットだ妹よ。う、リロードを待ってたら一発しか撃てなかったよお姉ちゃん。気にするな妹よ。T30 には一発しか撃てなかったが、代わりにネズミちゃんにたっぷり撃ち込めばいいさ。わかったよお姉ちゃん。これは、もう一発いけるかな？狙ってみるね、お姉ちゃん。よしよし、ナイスショットだ妹よ。お姉ちゃんお姉ちゃん。一方的に撃っておいてあれだけど、この通路って、鈍速重戦車にとっては本当にデスロード状態だよね。うむ。本当だな妹よ。そして区画のある中戦車にとっては、まさに絶好の狩り場だな。と、味方の軽戦車さん、南西のすごいところまで進んでいるな。本当だねお姉ちゃん。もう敵自走さんがいなくなっちゃってるね。うむ。これは敵自走さん、やるせないだろうな。さて、それじゃあ私たちはレイベちゃんの相手でもしようか。了解だよお姉ちゃん。でも、ハルダウン合戦だとレイベちゃんの方が有利じゃないかな？確かにその通りだ妹よ。でも、狙いは私たちが撃つことじゃなくて、あくまでも自走さんに撃ってもらうことだ。了解だよお姉ちゃん。偵察だけチラチラするってことだね。うむ。その通りだ妹よ。そして隙を見て、北辺の坂を登っていこうか。わかったよお姉ちゃん。とはいえ、レイベちゃんだけじゃなくて、ティア級軽戦車までいるのか。レイベちゃんだけなら自走砲から一方的に数発撃たれればどこかへ行くかもだけど、軽戦車は動きが読みにくいから厄介だね。本当だねお姉ちゃん。いなくなったと思っても、思わぬタイミングで出てくることがあるもんね。うむ。おっと、これは左から出てくるかな？残念、さすがにまだ飛び出しては来ないか。それじゃあもう一度レイベちゃんのスポットと行こうか。了解だよお姉ちゃん。あれ、レイベちゃんいなくなっちゃったね。本当だねお姉ちゃん。南には反応がないから、北に移動したのかな？それはわからないが、ここに張り付いていないなら好都合だな。まずはあの総輪三兵攻撃と行こうか。了解だよお姉ちゃん。あわう、外れちゃったよお姉ちゃん。ぐう、さすがは総輪さん、早いな。おや、味方の T33 が大胆に進軍しているね。本当だねお姉ちゃん。さっきのティア級軽戦車さん、落ちてるみたいだね。うむ。それなら安全に坂を登れるだろうし、当初の予定通り坂を登ろうか。了解だよお姉ちゃん。北の敵は4両か、どうやら味方が劣勢のようだな。そうだねお姉ちゃん。でも、敵のうち2両は瀕死だね。うむ。瀕死なのは私たちががっつり通行料をもらった、ディフェンダーさんとネズミちゃんのようだな。お、ディフェンダーさんは味方の重戦車が倒したか。でも、3対1じゃすごく不利だねお姉ちゃん。うむ。これは救助が必要だろうな。T30 を上から撃ちたかったけど、これは無理そうだな。おっと、ネズミちゃんを発見だな。
ナイス撃破だ妹よ。ネズミちゃんには恨まれそうなくらい一方的に攻撃しちゃってるよね、お姉ちゃん。うむ。だがここは戦場、それもしょうがないことなのだよ。む、T30 はあんなところまで進んでいたか。よし、ここは崖を降りて背後を突こうか。了解だよ、姉ちゃん。む、背後にレイベちゃんか。でも、今は無視するぞ妹よ。ぐ、さすがに痛いな。でも、この連射で終わりだ。あわう、とどめを取られちゃったねお姉ちゃん。どんまいだ妹よ。むう、こっちにも2発撃てずか。まあ、それでも無事に勝利だし、いいとしようか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3072、キル数1、アシスト526。スコアは1018でチーム内トップ、2バッジをゲットだね。収支は、さすがプレミアム戦車、フル禁断運用でも黒字だな。今日の仕事の7割は序盤の通行料って感じだったけど、このマップの東スタートは、通行料が取りやすすぎるね。本当だねお姉ちゃん。ティア1差とはいえ、ボトム抽選者でこれだもんね。うむ。それでは、ご視聴ありがとうございました。